スやってるじゃん。ねえ、ハキさん。ハキさん、ハキさん。これ、昨日決めたやつ。もうできちゃってんじゃん。そうですね。うん。まあ今日はそう、ここまでね、結構こう今までこうリハーサルでどっちかというと僕がコーチングするみたいな動画をたくさん出してきたんですけども、それの一個前の過程として、まあ、振り付けをね、制作をしてるんですけども、まあ基本的にこう僕とハンクちょっと体力が足りないですさっきなら30秒取って今ちょっと気づいたんですけど、まだ登場のシーンだよやばい、はい、こっからソロがあるからね。そういえばハンクあんまり踊ってないもんね最近。そうですね、なんか振り付けばっかり考えてるから。そう、振り付けはまあハンクさんと、まあ、私でこうやってて、古典っぽいところエレアさんとやってるみたいな、こう分けてやってるんですけど、まあ、なので今日はちょっとその振り付けをやってる過程みたいなのを見せようかなと思います。そう、劇場借りてねやることじゃないんだけど、お願いします。お願いします。こう始まって、ダララララン、タンタンタン、でこっからじゃあソロが始まりますね。そうですね、これ決めたやつ一回やるか。はい、せーの、ティリリティティティリリリティティリリティティ、歌でやって、うん、じゃあ姿勢でこうでしょ、どうだろう、はい、テケテケテテケテケテテケテケテ、はい、あで呼んで、おおでしょ、見たいのか、いや、じゃあ走って、でタカタカタ、おー、よいしょ、あー、ちょっと体冷えた。で、こっから、せーの、ちょっと待って、ちょっと待って、1、2、3、4、だ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 、これはね、多分1、2、ほう1、2、一回、そう、一回上に行くんですよ、多分中が、ダラララララとかの方がいいね。ラララララッタダン、タラッタ、じゃあラララララッタ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 、いや、映った映った映った、さっきあのペットボトルでハンクの間違えて飲んじゃってあ、ここは飛ばしていいね、ちょっと人いないと分かりにくい。あ、そうです、2、3、4、ポーンだ、うん、ティーレレレレタレレレレタ、え、やめ、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
もう一回いるとき、どうだ、行くか、行った方がいいから、はい、で、行きます。ここめっちゃ速いですね。速くしてもらったの。その作曲家の方がその僕らの動画を見て、あ、これ速い方がいいなって言って、あ、はいはい、ここからドゥルーン、テロンティン、まあ、いいと思うから、うん、いいよね。まあ多分これをちょっとどこかお互いのことを見た方がいいか決めた方がいいですね。好きなプロ、はい、好きな時に見るっていう。だってもうそれだったらさ、こいつ止めてね、ずっと会わないとどうすんの。いや、それでいいじゃん。そうなったら怖いよ。それが楽しいね。あ、見ない。早く見ない。ここまででいいんじゃん。とりあえずちょっと。はいはい。あ、やる？じゃあハンクさん衣装を着て、実際にその衣装を着ても踊れるのかっていうのはね。結構これありがたいのがさ、バレエ団とかだと。まあ衣装あるけど、発表会とかさ、直前まで衣装ない。大丈夫それ。大丈夫ですよ。はい。ちょっと今ね、塗ってないから本当に違和感がすごいけど。いや、多分顔水しないと、あのジニーの顔ってないから。ああ、なんかさ、気持ち入んないんでしょ。もう入ってるよ。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。
リルの。男の子たちみんな、はい、いや、あ、やばい、しんどい。これの後ちょっとやってみるか。でちょっとプラムナードやって、ちょっと形は後で、でジーニーがこう、あの反応するの、そう出るから、ほら、あのアラジン出てくるよ。あ、でアラジンがこう言って、僕のこと押して、俺がメーンビリフォルトメーン、アロハマニブロー、顔お金はお金ないよ、ないメーン、美少年3年しよう、3年だ、無理だよ、もうこれまでね、確定じゃねえか。ちょっと考えたのはこう ロケツみたいな。やばい、そこちょっとなんか男性たちを呼ぶ、男性たち呼んで、こう2、3、4、5で、ここはコールドブ、みんなよ、全員同時に乗る。ルービー、その時はもうルービーはこっちから、あ、まあ、まだまだまだある、あ、結構長いね、これ多分、こう多分こうさっきのがずっとこうで、ね、ルビアとかこの子たちはどういう点が起こるんですか、来るぞ、ゴー、アラジンがどうにかなる、何か体力が全然できない、お
魔法は痛いのか。あおい、いけ、いくぞ。できたらその感じです。できたらね。あ、一回見てみる。コンはこっちですね。あ、それなんだっけ。え、それネフェルピトじゃないの。あ、ピトじゃない、ピトはこれ。これはピトを待ってるんだっけ。これなんだっけ、あと何分待つみたいな。じゃあ待つ。さあ、じゃあ待つ。じゃあ待つ。ここで待つ。ここで待つ。あ、コンの師匠で帰ったじゃん。おお、すごいじゃん。死んじゃったけど。死んじゃったけど。いや、死んじゃった。いや、あのね、ちょっと待って、ハンターハンターの話いいね。あ、そうですね。そう、転生してます。そう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 。広げなくていいんだって。あの、ハンクさん、じゃあその振り付けをするときに、結構振り付けやるときに困るのが、そのステップってそんなにこうバレエダンサーって引き出しないじゃん、あんまり。で、なんでハンクってさ、そうやってなんかいろいろポンポン出てくるの。動画とか見たりするの。動画、まあ一応見るんですけど、一番あの体に受けやすいのはレッスンを受けるとか。で、僕一応ヒップホップレッスンとかブロードウェイレッスンとかちゃんと受けてましたね。あとジャスクラスとか。あ、てかさ、ハンクさ、はい、あれだもんね、お母さんがさスタジオやっててさ、はい、それのちょっと説明できる。台湾がもうちょっと小さいの国だから、ダンサーになりたいんだったら全部ならないとダメですよ。なんかコンデとか学校とかプロになりたいんだったらなんか全部習わないとダメですね。でバレエやりたいんだったらもう学校入っちゃったら、ね、他の踊りとか習うから、コンフーとかさ、こういうやつ、こういうやつとか、うん、習うから筋肉が混ぜちゃってバレエが下手くそになるんですよ。大学になったらもう自分の別の、あ、一つ選んでもいいですけど、そう、でも高校生まではもう全部。ハンクはだからそこ引き出し多いよね。引き出し、あ、引き出し。台湾って言ったらもうもちろんみんなあのコンテがめっちゃ上手いんですよ。でも僕の振り付けのやり方を教えてみようかって。いらないか。知りたい。僕いつもなんかヘッドフォンとかつけてケマラオとか音楽鳴らしてみ流しながら動画撮るんですよ。が体を音楽と合わせてなんか自然に動くが出てきちゃうんですよ。でもあのインプロだから忘れちゃうから動画撮ってるんですよ。それで撮ったらあの動画確認、あ、これ動きいいじゃんって。30分とか踊っていいの動きを集まって、分かったんですか。分かりました。説明がちょっと難しい。まあやっぱりこう私たちさ、どっちかっていうとこうネレアさんがさ、どっちかっていうとこう古典系で、まあ、ハンクがこうエンタメ系みたいな、いろいろね、はい、ごめんね、エンタメ系とか言って勝手にもう全部まあだからこのアラジン・ザ・バレエショーのこうまさにこうやりたいバランスがすごい取れてるというか。逆に僕めっちゃクラシックはできないじゃん。あ、でもそこはネレアさんがいるから大丈夫。私はどこ、間、表現、いや、表現、違うじゃん。演技、物語、物語。なんか私のパート微妙じゃない。いや、物語いないとアラジン・ザ・バレエショーないやん。ダンサーっていうかなんかもう作家さんみたいになってるね。あとセンス、あ、センス、ね、これを選ぶのセンス。あ、センスいい、いいと思う。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最初はグー、じゃんけんはチコットコー。もう一回チケット買ってね。最初はグー、じゃんけん、チケット買ってねー。